延長前半のキックオフです。今延長前半笛が吹かれました。高く浮いたボール、まずは拾うのは神村学園、3番の中島。さあ12番山路はこの位置にいます。ちょっと下がった位置にいます。9番の大山要求している、戻して6番の田畑が突っかかっていく。さあ今度は鹿児島情勢、19番今福、縦への突破があるぞ。9番の鶴、ボランチの位置に入っていたキャプテンの9番鶴はフォワードです。皆さん、はい、情勢の応援席ですが、気持ちを込めろと力強く声の限り応援しています。いやそうでしょうね。そしてあの頬に書かれた決勝の文字は汗で滲んでいます。いや応援席もこの時間になって懸命の応援続いています。これはこの応援団も全校応援、応援のしがいのあるゲームになっていますよね。いやそうですね、まあ、本当に両校ともね、本当にもうスタートからこの、ね、声援の途切れることはありませんからね。そうですよね、もう本当に全ての総力戦ですね。交代のカードはそれぞれ3枚切りました。そして両校ともに全校応援、応援が鳴り止むことはありません。まさに総力戦、0対0の前半、延長前半。黄色いメガホンが揺れています。鹿児島情勢の応援席、石田さん、神村学園の応援席も負けていません。はい、試合終了間際ですね、先ほど緊迫した表情だったんですけれども、延長戦が決まった瞬間一瞬緊張が解けました。そして延長戦始まった瞬間、ここからここからといってさらに声援が大きくなったように感じます。いやその応援、この放送席にもしっかり届いていますよ。両校ともに声援が途絶えることはありません。さあ延長の延長前半です。神村学園対鹿児島情勢、0対0、まだ得点動きはありません。この神村と情勢の選手権なんですけれども、延長戦に突入したのは85回大会、89回大会、91回大会、94回大会と過去4回あります。2勝2敗全く五分の対決です。さあフリーキックボールだ、3番中島、9番の大山が突っかかっていく。セットプレー、神村学園のセットプレー、フリーキックも威力がありますね。やっぱり正確なボールが上がってきますからね。そうですよね、14番の高橋。やはりこの時間になりますと、このセットプレーでの集中力というのも本当に大切になりますね。いやそうですね、まあ、そしてやっぱりこのね、まあ、ワンプレーワンプレーのね、まあ、そういったやっぱりこう集中力というのも、何か本当にミスを起きてしまうとね、重大なやはりミスにつながりますんでね。でも選手はもう本当ここまでね、一つも途切らせないように集中力を保ってね、素晴らしいゲームをしてますね。はい、向こう側タッチ割って10番大脇、背番号10、大脇が行く。細かいところ、おっとこれはタッチラインを割りました。さあ2番の今福、いや平石、これはロングスローか、いや違います、クリアボール。中盤山路から左サイドボールが出た。15番山野から前に送って、9番大山には通りません。さあ今度は情勢か、いやーこの辺り延長前半に入ってもまだ攻守の切り替え非常に早い状態が続いています。さあ16番の田島、左サイド上がっていく。4番の田持ドリブルで上がるが、クロスボール上げ切ることができません。この辺り神村学園も集中力切らしません。
藤山コーチも立ち上がって指示を出します。高く浮いたボールどちらに出るか。上村から15番山野、2人でチェックに行く。3番長島から戻して相川、ロングフィード、左サイドよく見えていた。さあどこを見るか。9番の大山、14番の高橋大吾はフリーの状態。テクニックがあると前に送って落として山地か。カバーも早いですね、女性も。そうですね、延長前半5分が経過。まだ両チームともに神村学園がシュートは1本、鹿児島城西はまだシュートが失礼神村学園鹿児島城西ともにまだシュートはありません。さあ注目のセットプレー、田畑が切ります。ゴール前、長身の5番の相川、おっとこれは中でちょっと小競り合いがありましたか。やっぱり結構ポジション争いですからね、そういったところで体がぶつかったということで一度止めましたけども、はい、19番の野見山、そして5番相川が上がっています。ゴール正面には山地がいます。左手を上げた田畑、どんなボールか、巻いてくる、ヘディングか、キーパー、おー、ナイスキーパー、あー、井森が触った。一瞬早く井森がグーンと手を伸ばしました。いやー、ここもね、しっかりと冷静ですよね。はい、このシーンです。いやこれはロングキック、おーっとこれはチャンスだ。おー、うん、冷静に対応しました。5番相川、ゴールキーパーは富吉です。延長前半、この時間は互いにロングボールを多用する、そんな時間になっています。ただやっぱりね、これ、本当にこういういいゲームというのは、はい、まあ、やっぱり両ゴールキーパーの活躍も、ね、あると思うんですよね。そうですね、こういったやっぱりしっかりとした守護神がいるので、まあ、しっかりと、ね、お互いにこう守備の、ね、連携がうまくいっているのもありますから、はい、これこの後のことを考えるとね、まあ、PK 戦も、ね、あ、そうですよね、視野に入ってきますからね。お互いに準決勝でやっぱり PK 戦も、ね、経験してきてますし、そうですね、これ一つ、ね、もしかしたらこの、ね、両ゴールキーパーの対決になるかもしれませんね。はい、準決勝は互いに PK 戦までもつれ込む大接戦でした。そしてそれぞれのキーパーが1本ずつシュートを止めています。さあボールは上村、高橋、この位置でボールフリーでもらった。さあどうする、2人がチェックに行く。高橋ターンをして、おっとこれは上勢が奪った。しかしすぐに奪い返すのは上村学園。右サイド高橋、もう一度ボールを奪うもらったが、ここは一旦戻して野見山から作り直し、18番の浜谷から高橋、3番中島、前に送って、ここも拾っていく。さあもう一度体を張ってボールを奪った。いやここもすぐに奪い返す、攻守の切り替えが早い。そうですね、延長前半の9分です。本当に球際本当激しいですね。はい、18番の浜谷が行く、14番高橋切り返して、さあどうする、自ら行くか。いやー、いいブロックだ。ここも集中力切らしません。さあもう一度、これは中途半端のクリアボールになった。引っかかっていく7番山田、右サイド、やっぱりこの辺りもね、もう少しこう正確につなげるといいんですけどね、チャンスになりますよね。はい、さあこれはどうか、ちょっとボールが長くなりました。延長前半の9分です。いやー、この時間両校ともに選手は本当に苦しい時間帯ですよね。いやー、本当苦しいと思いますね。最後の気力を振り絞りながらね、プレーしていると思いますよね。
ここで延長前半が終了です。前後半そして延長前半合わせて90分戦ってもまだ得点はありません。0対0です。エースナンバーをつける高橋大吾、キャプテンとして今年1年間チームを引っ張ってきました。ずっとねやっぱり彼チームメイトに声をかけてるんですよね、はい、去年の県大会決勝では涙を飲みました。内田さん、その高橋大吾、携帯電話の待ち受け画面は去年の県大会決勝で負けた時の試合、悔しい思いを1年間持って今日の試合に臨みます。そうですよね。さあ延長後半が始まりました。やはりその悔しさというのを胸に刻んで1年間トレーニングを積んできた高橋なんですけれども、まあ、決してその悔しさは、ね、忘れないですからね、はい、まあ、去年の県大会決勝でシュートを外した時のその写真をもらって、まあ、地域画面にしているということです。いやすごいですね。人間というのは悔しさを忘れる生き物、この悔しさを忘れたくないと苦しくなった時あの悔しさをすぐ思い出すことができるように待ち受け画面にしました。14番の高橋大吾、さあここはフリーキックです。9番の大山、そして5番相川が上がっている。さあどうか、触ったのはディフェンダー鹿児島城西が先に触ります。14番の高橋大吾、一瞬のスピードがあります。そして鹿児島城西、統率するのはキャプテンの5番の生駒、この2人は実は中学時代からの大親友です。開会式の夜2人でメールでやり取りをしたそうです。決勝で会おうなと、その約束を見事果たしました。さあ今度は神村学園、12番の山地が行く、山地が行く、9番の大山の前か。さあ戻ったところ、いやただ今生駒くんもいいとこいますね。そうですね。さあまたしても山地にボールが出た。どうする、左サイド上がっていく、中を見た、クロスボール、低いボールだ、ここもシュートに行った。うわすごい、いやグラウンダーも強烈なシュートを打っていった12番の山地。高橋からそのボールを生駒がカットする、もう一度クロスボール、ゴール前。山地が果敢にゴール前飛び込んでいきました。いやー気迫のこもったプレー、気持ちが出ていますね。本当ですね、今のもね絶対触りたいんだという、ね、思いが、まあ、こういう形になりましたけども、選手両校とも強いですね、ハートがね。もう絶対にやっぱり負けたくない、自分たちが勝ちたいというね思いがもう本当にプレーで現れてますから、はい、さあボールは中盤、ゲームが再開しています。鶴田、9番の鶴、この位置でボールをキープできるか、2人でチェックに行く神村学園。いやーこの辺りも組織立ててしっかり守備を展開していきます、鹿児島城西高校。第96回全国高校サッカー選手権大会鹿児島県大会の決勝戦は今年も延長戦に入っています。鹿児島城西対神村学園、ちなみにこの両校の対決0対0のまま PK 戦に突入したことは過去ありません。延長戦に突入した場合どちらかがゴールを決めて決着がついています。さあこのまま今年は0対0のまま PK 戦突入があるのか、まだ時間はありますから ね、 そうですね、何が起きるのかですね。さあこの辺りでボールを支配するのは鹿児島城西、うまく体を入れて守備をしました。
2番の平石、さあこの位置。千田さん、はい、鹿児島城西のキャプテン生駒仁なんですが、お母さん今日応援席に来ていて、小学生の時から息子はのんびりしていたと、昔は人前に立つと真っ赤になって泣いていたんですが、しかし今となっては堂々とサッカーをプレーし、インタビューもしっかり答えている息子の姿を見て、本当に成長したんだなというふうにはにかみながら笑って話をされていました。2番平石のロングスロー、10番大木、もう一度今福からクロスボール、これはうまくミートしませんでした。今リポートにもあった9番の鶴ですけれども、小学校1年生から6年生までマラソン大会は6連覇、子供の頃から非常にスタミナには自信のある選手です。この時間になっても全く足が止まることはありません。9番の鶴、今年の県大会は一度も制することができず選手権まで来ました鹿児島城西高校。12番山地から大山、さあボール濱谷か、ボールだ、さあどうする、クロスボール、面白いボールだ、ゴールキーパー落ち着いて対応します。さあ今度は9番の鶴を走らせます。9番鶴、これは思わず手に当たってしまいました。さあ延長後半5分です。いやーもう本当にね、体力はほとんど残ってないような状態ですけども、ただやはり両校とも足をねつってる選手一人もいないんですよ。そうですね、これは相当多分珍しいと思いますよね、はい、まあ、それだけやはりね、日頃やっぱりしっかりと練習をこなして、そういう体力作りをね行っている証拠でしょうね。両校の応援席もボルテージが上がっています。さあ延長後半6分です。14番高橋大吾、そしてこちらは5番の生駒、カメラが姿を捉えました。さあどっちに出るか、鹿児島城西6番の久保田が自ら行く、ブランチの選手が上がっていく、久保田から左サイド、しかし先に足を出したのは鹿児島城西ではなく神浦学園でした。両校の選手全く足が止まることはありません。最後の力振り絞って戦っています。得点が入れば全国、負ければ引退です。これはファウルがありました。さあ試合残り時間が少ない、延長後半7分です。14番高橋、チームメイトに声をかけながら全員で戦います。高橋、6番田畑、ワンツーか、高橋がフリーになっている、高橋がフリーになっている、右サイド中島のクロスボール、足を出した、生駒が足を出しました。まあ裏に今ね通ってる選手いましたからね、神浦もね、いや神浦もいい攻撃ですよね。そうですね、さあこの時間は上がります。19番の野宮、5番相川も上がります。ロングスローですね、神浦学園。12番の山地のロングスロー、うわー飛んだ、うわー飛ぶ、キーパーまで飛んできました。延長後半8分、試合時間残りが少ない、1点決まれば即試合終了。さあその1点どちらの学校が奪い切るか、思いで勝るのはどちらか。第96回全国高校サッカー選手権大会県大会の決勝、延長後半8分です。高く上がったボール、先に触ったのは上浦、向こう側4番田橋がこの位置にいます。
このまま笛が吹かれますと PK 戦です。ただまだ時間はあります、まだ時間はあります。スローインで中に入れて鹿児島城西19番のイマックを狙っていく。今度は上村ボールです。さあ時間がないぞ、神村学園どんなボールを入れてくれた。さあ9番鶴前を向くか、ここは向かせません。神村学園もう乗りが早い。そして12番の山地、しかしここも鹿児島情勢が奪い切るか。いや神村にボールが出た。さあ18番の浜谷中を見た、クロスボール。9番大山、9番の鶴にはボールが渡らない。鹿児島城西山地胸で落として大山、いやーこの辺の1対1はすごい、すごいですね。延長後半今10分が経過しました。ここで長い笛、高校サッカー選手権県大会決勝、なんとなんと一進一退の攻防、両者ともに得点を決めきることができず試合は PK 戦に突入です。いやー城さん、はい、すごい試合ですね。本当ですね、やはりこう両校ともにやはり自分たちの本当に今持っている力をね全て出し切ったゲームになりましたね。いやなので見てて本当に何が起きるかわからないね、そのやっぱ熱い思いというので、はい、私たちを見せていただきましたね。そうですよね。